どうも、ワットです。卒業シーズンになり、もう少ししたらほぼ全ての学生が春休みに入るという今日この頃ですが、それに伴って東京ディズニーランドやシーへ行こうと考えている方も多くなると思います。せっかく行くならなるべく漏れがないように楽しみたいと思う方が多いと思いますが、3月から4月は年度の切り替わりということもあって、3月いっぱいで終わるものやこの時期ならではの状況にパークはなっているので、これから行こうと考えている方に向けて気をつけたい&チェックしたい点をこの動画でまとめてお伝えしようと思いますので、行く予定になる方や興味のある方はぜひ最後までご覧ください。なお、このチャンネルでは今後のパークについてやディズニーを感じられるような動画を発信してますので、チャンネル登録をしてこれからも見ていただけると嬉しいです。では行きましょう。この動画でお話しする内容はこちら。開園時間&待ち、休止施設、便利なシステム追加について、ステージショー事情、3月中に楽しんでおくべき要素、いつものように動画をトピックごとに分けてますので、よかったらご活用ください。では1つ目、開園時間&待ち。3月に入り混雑も増すことが予想されたので、入場開始時間について何かしら対応に変化があるのではと思っていましたが、2月と変わらない状況でした。公式サイト表記の開園時間は午前9時、パークの入場開始は日月金土、一般が8時45分、ハッピーエントリーが8時30分、そして残りの火水木、一般が9時、ハッピーエントリーが8時45分、入場開始ですと対応は変わらずで、多くの方がここまでは把握しているのかなと思います。ですので、ここから先の情報を知っているか否かで入園する速さがだいぶ変わります。まずエントランス列と持ち物検査の列が最も伸びる時間帯、集合時間にすべきではない時間は入場開始時間8時45分から9時前後です。この時間にパークが開くことを知っている方が多いためか、この時間帯に持ち物検査と開園待ちの列が両方のパークで最も伸びます。ではどれくらいの時間に行くのがいいのか、どのあたりに並ぶのがいいかですが、開園前の6時から7時台の場合、ランドならその時間帯から開園待ちをするなら持ち物検査は超えられると思うので、その後は3択です。1、なるべく右寄り、2、全体を見渡して少ない列、3、全体的に同じくらいなら真ん中寄りの列。1つ目についてはなぜか詳しくは分かりませんが、右寄りの方が全体的に列が短い傾向になりやすいためです。2つ目は言わずもがなですね。3つ目は真ん中寄りの列がディズニーホテル宿泊特典のハッピーエントリーの広がった列の後ろになるため、ハッピーエントリーの入場開始後並んでた位置よりもかなり前の方まで列を詰めることができます。この3つと時間を抑えておくとかなり有利になります。 C に視点を移します。こちらは正直あまり攻略法と呼べるような並び方がありません。ですが、先ほどのランドの1つ目の並び方のように傾向はあって、ミラコスタ側ノースとタワテラ側サウスではなぜかサウスの方が空いています。こんなこと動画で言うとサウスが増えると思うかもしれませんが、これからディズニーに行く予定の方で私のこの動画を見てる方はそうそういらっしゃらないと思いますので安心してください。ついでに私のように早起きが苦手だったり小さいお子さんがいたりと、そんなに早くから行けない、待てない場合は開園して1時間後の10時頃到着でエントランスに向かうとかなり空いています。逆に言えば入場開始前後から1時間は長蛇の列が続くので、この辺り要注意です。では2つ目、休止施設。そんな大混雑の東京ディズニーランドとシーですが、人気施設の休止がかなりあります。ランドの休止施設一覧がこちら。ピーターパン、プーさん、ビッグサンダーなどの主要アトラクションも休止しているので、その分別のところに偏るのもあるかもしれませんね。続いて C の休止施設一覧がこちら。トイストーリーマニアをはじめ私も大好きなシンドバッドもしばらく休止、また大人気のレストランがいくつも休止しています。では3つ目、便利なシステム追加について。40周年プライオリティパス、旧ファストパスはもう皆さんご存知のシステムかと思いますが、混雑ディズニーでついて回るのが、それ以外に食事難民になること、腹が減ってはなんとやらと言いますから、なるべく苦労せずお腹を満たすために知っておきたいのがディズニーモバイルオーダー。あらかじめ時間を指定してあまり待ち時間なく注文したものを受け取ることができます。
その対象店舗が3月4日から追加されました。動画投稿時点でディズニーモバイルオーダー対象店舗ですが、ランドの一覧がこちら、スクリーンショット推奨です。続いて C のディズニーモバイルオーダー対象店舗一覧がこちら、こちらもスクリーンショット推奨です。ディズニーモバイルオーダーの詳しい使い方についてはこちらの動画で話してますので、説明欄か右上リンクからご覧ください。では4つ目、ステージショー事情。少し前まで初回自由席のステージショーが多数ありましたが、今は混雑も鑑みてか対応が変わっています。ランドのステージショーだとフォレストシアター、クラブマウスビート、ジャンボリミッキーですが、この動画投稿時点で自由席の対応がどうなっているのか分かりやすくするために一覧にします。フォレストシアターは2階席のみ自由席で、1階席は抽選で当たらないと入れません。クラブマウスビートは全公演抽選、ジャンボリミッキーは初回のみ自由席で他は抽選です。ランドのジャンボリに関しては、早いとショー開始40分前くらいにラインカット、案内終了になっているので、それくらいの時間に間に合うようにいきましょう。続いて C の方だとビッグバンドビートとジャンボリミッキーですが、ビッグバンドビートは2階席のみ自由席で、1階席は抽選で当たらないと入れません。ジャンボリミッキーはランド同様、初回のみ自由席で他は抽選です。 C のジャンボリに関してはショー開始直前まで最近はラインカットされていないので、時間に間に合うようにいきましょう。では5つ目、3月中に楽しんでおくべき要素。1、パルパルーザ第1弾、ミニーのファンダーランドが3月19日で終了です。あのピンク色に染まった東京ディズニーランド、フードメニュー、そしてミニーアットファンダーランドも終わってしまうので、行く方は見納めお忘れなく。2、東京ディズニーリゾート40周年、3月31日で終了してしまうので、それまでしか40周年の雰囲気はパークで味わえないので必見です。エンタメについてはランドのパレードは今後も4年間は継続されると思いますが、 C の40周年ハーバーグリーティングは終了となるので、C に行く方は見納めになるかなと思います。3、タワーオブテラー特別版。4月7日まで期間限定バージョンになっていて、通常とは違う落ち方をします。内容としてはタワーオブテラーレベル13シャドウオブシリキです。シャドウオブシリキはかなり予想外な動きをするので、初めての方はご注意ください。めちゃめちゃ楽しいです。ということで今回は春休みシーズンに入って3月のパーク事情についてお話ししましたが、アトラクションスタンバイやプライオリティパスなどの具体的な混雑状況についてはお話しできなかったので、こちらはまた別の動画でデータも交えながら具体的にお話ししていきますので、どの時間が空いていてどれくらいの待ち時間で乗れるのかなど、効率の良いプランを立てたい方はそちらの動画も合わせてご覧いただけたらと思います。そして私がパークに行った時の雰囲気だったり写真はインスタグラムの方でアップしておりますし、速報レベルの最新情報については X を主に使っていて、 TikTok やスレッズのアカウントもあるので、 YouTube に加えてそれらの SNS の方もこれからチェックしていただけると嬉しいです。最後になりますが、遊びに行く予定のある方は持ち物の確認などもしっかりして目いっぱいパークを楽しんでくださいね。この動画が少しでも参考になりそうだと思っていただけたら、グッドボタンやチャンネル登録下の方からぜひお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。